くんですよ。放っておくんですよ。これはまさか。いきなりいじってくる磯崎選手、一体何があった？本日は磯崎選手の超必殺技、ナイアガラカーブの投げ方を教えていただきました。どうも、翔平 TV です。そして埼玉ストライヤー背番号11番磯崎ゆかりです。はい、お願いします。はい、というわけで今回はですね、磯崎選手といえば、ナイアガラカーブをめっちゃ聞きたいと思ったんですよ。ドローンというもうすごい高い位置からグッと落ちるカーブだと思うんですけど、ちょっと軟式ボールなんですけど、握り方を教えてもらっていいですか？はい、やった！女子プロ野球2019秋季リーグ全33試合関東で開催、日程はご覧の通りとなります。皆さんで女子プロ野球を応援しましょう。詳細は動画概要欄の女子プロ野球ホームページにてチェックの方をよろしくお願いいたします。そして次の告知、こちらのサイン色紙を3枚いただきました。3名様にプレゼントしたいと思います。応募条件はですね、競泳 TV のチャンネル登録、そして熱い熱いこのサインが欲しいコメントをぜひともよろしくお願いいたします。当選者にお名前を聞きまして、磯崎選手ここに当選者のお名前を書いていただきます。大丈夫ですか？はい、いいですか？はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、まず指かける場所はこの丸くなってるところの、あ、こうなってるところの斜めここに、でこの親指の方はどういう感じですか？この親指のここの部分を内側この指にかける。なるほど、はいはいはい、この状態でどこに人差し指かけますか？あ、こっち、あ、ここですか？ここです。で、はい、投げるときはどのような角度で、こう抜く感じ、もうこの辺から抜く、そうです、イメージです。もうこの辺から抜くんですか？耳から抜く、から抜くイメージで、そうですね、これボールをもうここに置いてくる、もう抜くだけで、こう、そうです、こう置いてくる、はい、このまま、あ、これ手首にめっちゃ力入れてたら抜けないんで、このままこうやって力入れて投げたらちょっと縦スラっぽく、速いちょっとしか曲がらないみたいな、めっちゃもう力抜いて、ここからすごい本当にもう本当に抜くんですよ。本当に抜くんですよ。ここにボール置いてくるんですよ。あ、置いてくるんですね。抜く、こうやって抜く人もいれば、かける人もいるんですけど、自分の場合はこのままです。このままやれば、このままこうまっすぐ縦に落ちてくる。これはちなみにいつ頃から習得されたんですか？もともとカーブはもう高校の時から自分の中ではみんなと一緒って思ってたんですけど、遅いって言われてたので、高校の時から大体こういう感じでつなげてて、でラッカーが出てきたのが大学の1年生ぐらいの時に、その当時の監督さんに球速差をつけてみたらどうかっていうのにアドバイスして、そこからもっと抜けないかなっていうんでめっちゃ練習して、投げ方は自分に合ってて、コツをつかめばみんな投げれる。最初は多分抜く感覚がわからないって言われることが多いんですよ。で難しいって言われる人もいるんですけど、多分これ練習するときは遊び半分で投げた方がやりやすいです。その抜け感が覚えれると習得しやすいって言われて、こうやってますか？3年生の11月にこのまま抜くが、そうです、そうです。で、若干こんな感じで、ここは若干間開ける。ここで。ああ、わかる。ボールが絶対決めます。
これちっちゃいでしょ、これちっちゃいでしょ。ボールがちっちゃく見えますね。あれ俺の顔が大きいから近くにないですよ。戻ってんねん近いわめっちゃくっついて見えます。そんな違うんですか。あ、違います。ここがここね、ここずっと多分つけると手首固まっちゃうんで。なるほど。あ、抜けないんですよ。あ、なるほどなるほど。ちょっと開けた方が抜きやすい。そうや、あ、はい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 。確かにこれ力入んないわ。めちゃめちゃ逆になんかコントロール効かなかったら多少は詰めてもいい。詰めてもいい。腕の振りはどうなんですか。ゆるく振る。基本的には多分まっすぐと変えたくはないし、腕の振りを変えるっていうよりは腕は振るけどここを置いてくるみたいな。ここからそして次話すことはなかなか高度な技術が必要なお話です。後ろに多分ちょっと上げ方がまっすぐはこうです。ちょっとこういう風に、ちょっとこういう風に、ちょっとこういう風に。皆さん、これはだいぶ高度な技術だと思います。リリースをした後に体を気持ち引いていくと、体重移動をした後の勢いがボールに伝わらないようにするということでしょうか。こうね、はい、すぐ後ろに、ね、腕の振りっていうのはここで、あ、なるほどなるほど。こっち置いていくイメージで振った後に足はそのまま上げずに投げ終わりぐらいに足を上げるみたいな。もう終わってこの笑みはなんだ、またなんかでいじられんじゃないかなと思いながら恐る恐る聞いてみました。もう終わってですか。器用だなと誰が俺っすか。難しくないですか。全然いじってこないし、しかも褒められた、なんかすいません。なんで俺が謝ってんの。見てやってたんですよ。うまくいかなくて諦めたんですよ。カーブでほら球のスピードを抜きたい時はこう前にほら体重移動こう前に行っちゃうと速い球行っちゃうんで、行かないように後ろであのこのこっちの体重をロックしていかないようにするみたいな、それでやったんですよ。それを今言われたんで、ああ、あれかみたいな感じになりました。前に行ったら投げれないです、体が。そうそう、重心多分真ん中よりやや後ろ。この教わったことをマスターできるように頑張っていきたいと思います。はい、というわけで今回ですね、ナイアガラカーブを鈴崎さんに教わりました。で今後ですね、練習とか動画撮影するときにそれを実践して、習得したいと思います。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではありがとうございました。鬼スラで三三四五みたいな。三三四五。いや、これは鬼スラで。どうなるんだろう。一名様ですね。一名一名、二名様にプレゼントします。はい。はい、というわけでこちら CG 佐藤さんからこちらのサイン色紙とバッティング手袋、これはロッテ時代の最後のバッティングなので、こちらを。翔平TV 視聴者の方にプレゼントします。応募条件はチャンネル登録と熱いコメントよろしくお願いします。プレゼント出します。上手ですけど、モンタースポーツさんのインスタグラムをフォローと、動画にコメントをすること、そして翔平TV のチャンネル登録を、すると。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後、動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てねー。だいぶ、光ってわかります？意味わかります？本当だ。そうそうそう、光って大事で。すごい。なんかこう、ポーズみたいな。すごい。ご飯だーとかね。オッケーです。オッケーです。オッケーです。これで俺がこうおって顔するんで変化球。わかります。サムネって結構大事で。すまんね。もし前がいい。
もうちょっとマイク持つ。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じです。これが打ってくださるんで、でこの辺にボールが来るようにちょっと前目でこう、そうそうそう、いい感じだったです。俺がこれで、あの、褒めてください、褒めてください。いきます。オッケー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 、そう、大丈夫、大丈夫なのかな、大丈夫大丈夫。これ曲がるのがいいですか。いや、なんかこう教えてるような感じで、いや、こういうの、あ、やるんですよ、普通に、普通にやってます、普通にやってます、やってます。待って、はいはい、オッケー、大丈夫です、これで大丈夫です。ちょっとサムネを作ります、作ります。大丈夫です、階段見ながら熱気が、オッケーです。じゃあ、